伝えます。今日はこのファミリーマートのポロシャツでお届けしてますけども、私がファミリーマートに勤務してるわけでもなくて、勤務した経験があるわけでもないんですよ。これね、メルカリかなんかで買ったんですよね。なんとなくこのコンビニのポロシャツとかのユニフォームって結構いいんですよね。部屋の中で着るとなんか冗談っぽくって、まあ、そんな感じでね、たまにセブンイレブンの着たりとかねしますね。ローソンのだけは今だに手に入ってないんですけどね。はい、本日のテーマはですね、まあ、インボイス制っていうことを昨日からお届けしてるんですけども、これからですね、適格事業者なんとかかんとかっていうね、長い文章の制度ができていくんですけども、これね、皆さんね、すごい恐ろしい制度ですよ。で、消費税を悪用した制度と言ってもいいかともしれません。消費税そのものが我々国民にとってものすごい邪魔な側面というのがたくさんあるんですよ。例えばね、物を買ったら1割よこせってなるわけでしょ。何なんだよって話ですよね。商品を買うってことはすでにあらゆる税がこの中に入ってるわけなんですよ。で、その税金もろとも私たちは買うのに、その最終的にまたね、税金出せってわけですよ。これはひどい制度だと思います。まあ、それもね、3%、5% だったらまだ笑って済ませられたんですけども、8% がなくなるどころか、今度 10% になるわけでしょ。で、最終的にこれ 36% になりますからね。36% ですよ。皆さん払えますか、これ 36% になるの。もうこれなんでね、36% になるっていうことを言ってるかっていうと、だって段階的に引き上げることが決まってるからなんですよ。で、軽減税率っていうのがありますよね。軽減税率 8% ですとかね、なんかね、恩着せがましく言ってますね。軽減とか言ってね。違うんですよ。こっちの 10% の方が余計なんですよ。8% ですら重いわけなんですよね。で、この軽減税率 8% があるから、生活必需品は 8% で抑えてあげるから、こっちの方は上げさせてもらえますねっていうのね、そんな理屈なんですけども、考えてみてくださいよ。その軽減税率 8% のものですら、もうすでにいろんな仕入れとか流通コストとか人件費とかは全部 10% の消費税かかったものが、最終的な販売価格が 8% ってなってるわけなんで、原価がむちゃくちゃ上がった上で 8% ですからね。だから 8% だって 10% だってもうね、重税の上に重税なんですよ。だって消費税って全ての行動に乗ってくるわけですからね。いやー、怖いですよ。で、しかもインボイス制でしょ。で、私はね、一部このインボイス制がない頃、1000万円以下の事業者に対しては消費税を免除されますよって、免税事業者ですよっていう風な制度を利用して、小さい会社を連発してきたわけなんですよ。で、そういう方法もお伝えしてきましたけども、これがね、使えなくなるってことなんですよね。まあ使えなくなることはないんですよ。ちゃんとね、やり方はあるんですけどもね。使えなくなってくるとなると、世の中のもうね、カツカツで事業をしてた方が全滅するわけですよ。だって年間で300万の売り上げでやってた会社も年間で30万の消費税の支払い求められるわけでしょ。ざっくり言うとね、これ払えますかね。今ですらカツカツなのに、いきなりですよ、30万っていうものが課せられるわけですよ。それまではゼロだったんですよ。で、500万の売り上げだった会社、ずっと払えって言われてなかったものがいきなり50万乗っかってくるわけですよ。で、まだね、まだまだあります、恐ろしさっていうのは。インボイス制を取ると始まると、このね、私たちは消費税を払ってますという証明書をもらわないといけないんですよ。で、証明書がもらえたらどうなるかっていうと、その自社で発行しているレシートが経費として有効になるんで、取引先様が自分の会社の商品買って領収書を持って行ってくれるんですよ。でも、インボイス制、要するに消費税払ってない事業者は税務署に、この人免税事業者ですよっていう風な形で指定されるというかね、まあ逆ですけども、税金払ってませんよっていう風になるわけなんですよ。そうなると、この税金払ってない事業者さんのレシートって経費で認められないんで、誰も受け取ってくれないんですよ。だって経費に認められないんで、レシートっていうのは単なる商売の証明であって、これは経費の証明にはならないって言われるわけですから、そんなレシート誰もいらないですよね。ということで、多くの事業者さんは倒産すると、まあ、はっきりもう二文字で言います。倒産します。今皆さんがね、カツカツでやってる、フリーランスの方でしたら倒産します。首くくります。2023年以降はもう世の中のあらゆる会社がね、あなたの事業に対してどんなにサービスレベルが高くても消費税を払ってないという一面において選ばれなくなります。怖いですね。そんなね、めった打ちですよ、これは。本当に怖いですよ。だから消費税を廃止してもらわないといけないんですよ。消費税据え置きではね、全然きついです。消費税廃止、いきなり廃止が難しかったら、まず 8% の据え置きをして、5% に下げて 3% にして0にするというね、今まで消費税が上がってきたこの流れを逆行するというね、こういう風な勢力に我々は期待するしかないかなと思います。はい、神宮寺さんどうもおはようございます。今日のね、速稼塾ニュースは結構ね、もう皆さんの生活に密着することとか、お坊さんとかも
むちゃくちゃ大変ですよ、これから。坊主丸儲けって昔の話で、今は、仏門に入る方とかね、それから神とか霊を扱う方っていうのも火の車ですからね。それこそね、借金でもしないとやっていけないレベルなんですけども、借金なかなかさせてくれないんですよ。この霊を扱ったりとかね、仏を扱ってる人っていうのは、銀行が話聞いてくれないんですよね。むちゃくちゃきついですよ。私たちのもうね、困った時の神頼みじゃないですけども、神様にもきちんとお金払わないと言うこと聞いてくれませんよ、これからは。神様なんだからタダで働いてくれるなんて思想はもうやめた方がよくって、仏に仕えるもの、仏門に仕えるもの、それからね、霊的なものに携わる方にはやっぱり敬意を持ってなるべく高いお金を払った方がいいですね。だって私たち精霊を扱えないわけじゃないですか。精神を扱えてないんですよ。自分の精神力ですらままならないのに、なんで一番その価値の高い精神にお金をケチるんだって話になってきますんで、ね、しっかりとマインドセットとかね、思いですとかね、こう祈りにはお金をかけるべきだと私は思いますね。以上でございます。今日のニュースいかがだったでしょうか。では失礼します。